立憲公約への苦言。立憲のこれが、どれだけ怖いこと言ってるかわかります。ガネットで話題。内容はこちら。立憲民主党の公約に対する苦言が話題のようです。では、もへもへさんのツイートより内容を見てみましょう。もへもへ。立憲のこれが、どれだけ怖いこと言ってるかわかります。当然、就職や役所の手続きなどの公的な部分で、差別を撤廃していくのは当然のこと。でも、私的な空間にまで、国家が新しい道徳を強制するってことなんですよ、これ。例えば、私的な喧嘩をネットでして、双方が差別用語を使って喧嘩しまくったとしましょう。今までなら、本人同士で手打ちするか、司法で裁判して決着つけてたのが、人権機関という国家の定義で差別を認定し、刑罰まで与えるってことなんですよ。マジで。例えば、喧嘩の末、この〇〇野郎、と言った人が、世間からの批判での謝罪ではなく、国家機関が逮捕する社会って、マジやばいんですよ。差別解消法とか、まだ法律を作って、それに違反したら逮捕して裁判で争う、ならまだしも、新しい司法機関かなんか知らんが作って、新しい価値観で裁くって、一気に前進しすぎでしょうが。恐ろしい。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。治安維持法と一緒やん。時代に逆行しとる。検閲って、戦前戦中じゃないか。道徳とは、誰かに強制されるものではなく、教育や実体験の影響を受けながら、自分自身で確立するものだと思います。彼らのやり方は、価値観を強制する、独裁的なもののように私は感じます。世の中の問題って、多くは、濃淡、真っ白も真っ黒もなく、グラデーションのついた灰色だと思うのだけど、立民の打ち出す政策って、割と一ゼロ論が多いのね。差別は悪いことだけど、どれが差別かを、誰がどのように決めるのか？国書の手続きによらず、一元化するってこれでしょ。どう考えても間違ってますよ。次はこちら。旧民主党の時代にも人権擁護法案、こちらは一部自民党員によるものだの、人権侵害救済法案だのありましたけど、まさかまたやろうとしてるとは。悪名高い人権擁護法案再び。人権機関、言論統制機関、どこまでエスカレートしいくことやら、想像ですら恐ろしい。現実にならないことを心から願う。恐ろしい。時代錯誤もいいとこですよね。次はこちら。差別の基準を決めるわけですよね。決める人のさじ加減ってことですかね。悪魔特捜隊かな。道徳監視の秘密警察。これを言論統制とか言論弾圧って言うんだけどね。仮にも立憲主義を掲げる人たちが、言論の自由の否定という違憲行為を堂々と公約として掲げるのがね。こんなことがまかり通ってしまえば、どこぞの国と同じようなことになりかねませんよね。最後はこちら。逆に自民党がこの公約を掲げたら、国家が私的空間の言論にまで介入し、規制するのか、どれかのごとく反対するリベラルや左翼が続出すべき案件ですよね。多分マスコミと結託して野党大騒ぎ事案でしょうね。結論。確かにインターネット上の誹謗中傷や差別は根絶しなければなりません。しかしそれが行き過ぎることにより、言論統制や言論弾圧につながってしまえば論外です。立憲民主党がやりたいのは差別根絶と言いながら、自分たちにとって都合の悪い発言や主張を打ち消したい、検閲したいだけのような気がしてなりません。あくまでも、ゆるパンダの憶測に過ぎませんが。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。